それでは今からね、マナフィーのために、奇跡の海へ行ってフィオネの雫っていうやつを取りに行こうと思います。なんかね、風邪ひいちゃったからな。マナフィー、その風邪治すために頑張りましょう。さて、久しぶりにね、ちょっと難しそうなダンジョン行くわけですけど、果たして勝てるのかさ、そして何回まであるのかっていう部分がやっぱ気になるよね。さて、もう目の前に敵もいる。これもしかしているいる、なんかいる。ネオラント先生だこいつ。ちょ、で、おら、サクッとやっつけちゃう。経験450。めっちゃくれるな。まあまあまあ、敵はぼちぼち倒しながら進んでいきましょう。待って待って、さっきからなんか真横にさ、なんかアイテムあるんだけど、これね、来てるな。とりあえず、ちょっと装備だけまず整えておきましょうか。リボンをね、装備しておきましょう。持っとこうぜ。で、グミも、食べとこう。もう、若草のグミは、俺が食うから。うまーい。で、青いグミも持ってっから、じゃあこれちょっとポチャオに、ポチャダラにやるよ。ほら。あれ？違う。取り替え。間違っちゃった。持たせちゃった。間違ったよ。食べるんだよ。食べる、ポチャダラ。そう。うまい！あ、攻撃力1上がった！やったぜ。でも、お前特攻だよな。まあいいや。さあ、ここのフロアはいっぱいアイテム落ちてますね。ゴローンの石、突撃の玉、リンゴ。突撃の玉ってどういう効果だったっけ？壁まで飛びつく。あ、いいね。カラナクシは泥遊び状態。楽しそう。よし。桜ビスだ。え、桜ビス、お前、俺の体当たりを耐えるのか？かなり硬いな、こいつ。はい。さあ、4階来ました。さあ、なんかすごい道具が落ちてるよね、さっきから。木の実とかが。おっと、失礼しました。一瞬映像が吹き飛んでしまいました。ね。めちゃ、やばい。超食らってる。え、強くない？待て。一歩下がろう。頑張れ。ちょ、でも普通に死にかけたんだけど。オレンの実。え、勝てる？オクタン勝てる君。乱れ好き。外しすぎ！ブレイクロー。よし。さあ、防御力下げて。しゃ、ザンクス頑張れ。ザンクス、殴れ。乱れすぎ。よし、一発当たった。すげえ体力がやばい。これ、オレンの実食っといた方がいいのかな？さっき超拾ったしさ。食べときましょう。うまい！さあ、体力回復。で、ちょっとやっぱ怖いので、これも、ゴローンの石もね、登録しておきましょうか。なるべく、敵はね、硬いので、遠距離から一発殴っておいてから、仕留めるっていう。ね、そんな戦法を取っていきましょう。あ、いますね、これ。一発前に来てくれ。よし。石投げからの、ドスコイ。は？耐えるな、お前。ミニ打ちだったのに倒れなかった。なにそれ。よし。坂道強っ。さ、ブレイクロー。いいね。さあ、超経験値もらえるんだけど、さあ、ゴローンの石も拾って、降りていきましょうか。やばいなぁ。俺、絶対レベル足りてないって。一回敵を仲間にすると、レベルがわかるよね、ここのダンジョンの。さあ、宿キングだよ、これ。やばない？ヤバキングだよ。電光星火、強い。全然強くなかった、ヤバキング。ねえ、うっし。なんかもう、最終進化ポケモンが、ガンガン来る感じだもんね、ほんと。外された。オクタン砲とか撃ってこないでよ。よし、耐えたり。耐える。痛い。あ、メロメロだ。よし、700。ちょ、ほんと、700って経験値やばいってほんと。またオクタン出てきた。一撃じゃん、急所。すげえ。毎回急所当ててくれたらな。さあ、投げ飛ばし玉とかゲットした。よし。さあ、行ってきますか。さあ、現在7階です。めっちゃペース早いな、これ。うん、ほら、もう、また階段あるし、このフロアには10個。あー、くさ、なんだこれー、なんだ、みんなごめん、みんなごめん、ちょ、トラップ多ない？次の階行きましょう。びっくりするんだけど。さて、おーっと、道具が8個ある。スペシャルリボン。あ、やっぱ使えないんだ、今。さ、蓄える大先生ですね。ちょんち、よし。さあ、リボンの効果が現在なくなってしまいました。ね、恐るべきトラップ。怖い。サクラビスはなんか拾ったってしょ。もう降りよう。え、これどうやったら復活するんだろう。ダンジョン出なきゃ、ねえ、この今、俺道具使えない状態って。ね、治らないのかな、もしかしたら。それやだな、めっちゃ階段ある。ラッキー。さあ、もう、
一瞬で10回まで来たんだけど、もう5分と経たずに10回。そして、あ、なに？封印された？あかん。あ、お前も。挑発が封印された。え、封印ってもう解けた？ちょ、待って。なんかトラップが多彩なんだけど、これ。え？あ、使えるよね、これ。びっくりするって。よいしょ。あー、もうやだ、うわー、ポチャマー、みんなー！あかん。死んじゃう。シードラ、あ、頑張れ、みんな。シードラ倒して、シードラとか出てくるのが。さあ、ポッチもちょっと体力がやばいかなって。うわ、また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 。もう、やばい、このダンジョン。ゲロ吐きそうなんだけど。場所替え玉。よし、階段行けた、降りよう。え、めっちゃ怖い。さあ、12階です。15階ぐらいまでかな、多分。ね。今までで最高何階だったっけ？もう覚えてない。シードラいるな。後回しはシードラは。先にこいつやっつけよう。パールルルルルルル。レートビーム、お前、攻めるな。ハイドルポンプ。めっちゃ怖い。レートビーム、いいぞ。凍りついた、ザ・バカメ。バカメ。死ぬがよい。は、凍ってる。氷溶けた。あ、凍ってる状態のポケモンは、殴れないんだ。なるほどな。そういうのもあるんだね。さあ、階段。青と種がおるね。なんの種これ。瞬足の種。これ絶対素早さが鬼のように上がる種だよ。素早くなるっていう。飛びつき、場所替え、ポケモンを放り投げるってなんか、ちょ、面白いよね。放り投げる球。さあ、13階。さあ、サクラビスちゃんいる。潰しちゃおう。ねえ。鈍足になった。エースか、お前は。電光石火。いや、これいいね。やっぱ、なんか、サブポケモン的なやつはさ、電光石火的な、一個後ろから攻撃できるポケモンがいるとね、いいよね。サキトさんのバンダナ。ね、特防が上がるって。渡しておこう、これ。ザングースあたりに渡しておこう。よし。さ、かなり道具もね、拾いまくったから、手持ちがかなりいっぱいになってきましたね。よし。私、寝てる、お前。おはよう。ハイドルポンプ、痛い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 。ハイドルポンプ禁止にしてくれよ。あー、また！あー、やっちゃった。もうやだ、もう。泥とかいっぱいあるんだけど、トラップ。勘弁してくれ。よし。今、ポケモンいた気するけど、気のせい。はい。さあ、階段はまだかな？マリルリ、え？マリルリ、なんで死んだの？鉄砲王がいる？大丈夫、マリルリ。種マシンガン、あかん、あかん、あかん。潰そうか。ナイス、ポッチャマ。凍った。ほら、氷。凍って動けない。どうしたらいいの、この凍ってる状態。もう放置していいの？え、危ねえ。よし。鉄砲を、経験値少ねえくせに超強えじゃん。さあ、揺れ挑る。揺れ、挑発マン。痛い痛い痛い、殴らないで俺を。勇者。さあ、かなりね、もう苦労してます、今回のダンジョン。俺一番ね、俺思うのは、なんだろう、仲間ならなくないなんか知らんけど、やっぱおめえよりよ、俺より弱え奴には、なんだろう。じゃあ俺の方がレベル低いから向こうは弱え奴には従えねえってこと？さ、完全今回はね、部屋探し失敗しましたね。よし。8個ある。さ、ガンガン詰める。ゴロンの石ありがとう。ゴロンの石マジいっぱいいるな。いてた。お前俺も投げっから。お前もか、じゃあ俺も投げっから。これ、やばい。じゃあ俺も投げっから、死ぬ死ぬ死ぬ。で、ほら、投げてやる。そこは絶望の幕開け。ゴロンの石落ちてる。ちょ、マリちゃん？あ、どこ行くの？嫌な音だ。こっちも頑張れよ。リードビーム。ちょ、おーし、久々にレベル上がった、44。ぽちゃぽちゃぽちゃ。なんか覚える技。ないよな。マリちゃん、来た？オッケー。みんなね、勝手に自由に行動したらいけんぞ。団体行動だから、ポケ団っていうのは。何、ザングース電光石火って何これ。
おー、なんか知らんけどレベルアップ45。レベルアップだよ。よし。ザングース。ザングースほんとアタッカーとしてすげー優秀。こいつはね、いいポケモンだよ。本当のポケモンバトルじゃちょっとマイナー扱いされてっけど、これポケダンにおいては、いでーす！もうやだー！目薬の種。やっつけといて、そいつ。ねえ。これまずいな。マリルリ死んじゃう。マリルリが死ぬ。マリルリが死ぬし、道具使ってもやばいから俺は前に出る。俺の方を向け。あー、やっぱやられた、マリルリ！くそ！もう、やめてくれよな。俺はないんだな。変な技は。あ、倒してくれたか。ありがとうよ。くっつきスイッチだって。ねえ。臭いスイッチ。さあ、15回。さあ、ゴールかな？あ、まだゴールじゃないんだ。やばい、もう完全ボロボロだって。よ、ちょ、な、宿キンキン。でも、宿キングと、桜ビース。悪だくみ。悪いこと考えてる、あいつ。殴っとこ。桜ビースを守ったってなんだそれ。あ、なに俺目の前にいてんだ。やばい。イバール、あーやばい。攻撃力上がったけど混乱した。助けてくれ。よしよし、ナイスナイスナイス。ノー、投げ返す。だから外す。当たらん。やっつけてくれ。アクアテール痛い。俺が死ぬ、俺死ぬ、俺死ぬ、俺が死ぬ。ナイス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 。マリルリレベルアップ、47。マリルリってなんかすげえ、すぐレベル上がるな。丸くなる忘れよう。よし。マリルリこれで、ウルトラエースだからな。マリルリなんか雨乞いがやらないでって言ってんだっけ。確かにあれ鬱陶しいもんね。雨が降り続けるから。さあ、こんな治った。よし。頼むわ。よし。ほら。で、終わり。400。さあ、なんか、ポチャダラとか、マリルリとかザングースとかみんなレベル上がって、俺だけレベル上がってないってなんか、不公平ですよね。来ますよ、そろそろ。ついに俺も、レベルアップップ。銀の針いいな、今の、ゲットした。え、あ、あ、階段、階段、階段。ちょ、待って、これ、やばい、20回くらいまであんじゃねえの、これ。奇跡の海。どうする、これ。うわ、ブレイクロー。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。はい。クジラ先生だよね。俗にコロ先生だわ、あれ。ちょ、待って、これ、なんもねえか、ここ。俺、これ、リーダーをね、水タイプのポケモンにしたら、水の上歩けるんだっけ。でも、お供は誰もついてこれねえって状態になるんだったっけ、確か。一回ぐらいなんか、ポッチャマ戦闘で、俺、ポッチャマ操りてえな。ポケダラなりたい。早く、でも、先に進化させてえわ。エンペルトにしよう、エンペルトに。じゃ、とりあえず、リンゴ食うか。よしー。ねえ。なんかね、このポケダンの、この、ねえ、今、裏ストーリーっていうか、クリア後、ストーリークリア後のね、お話今やってるんですけど、なんかこれをやるとね、主人公がなんでポケモンになったかとかそういうのがわかるんだよね。さあ、傾向を、仲間しましょう。いえ。ま、レベルいくつ？バイバイ。ちょ、これまた後で見とこうぜ、レベル。100ぐらいやるかもしんない。ちょ、おかしいぞ、それは。さて、お、ちょ、階段ないんだけど。これ、全部屋外したパッティーンだよ、これ。よし。結構、なんか一撃でやっつけられるレベルの敵が、いっぱい、うわぁ！バルシェンだ！超強い！やばいやばい。よし。あ、バルシェンでも経験値は低いんだ。なんでだろうね。バルシェンって結構強いイメージあるんだけど、俺。罠は動作しなかった。もうこれ。いやいや。いや、戦っとんで、あいつ。また失敗した。え、ポッチャマ死んだ。あ、嘘。ポッチャマ死んだけど、これ、終わらないんだ。ポッチャマ、そうか。ストーリー終わったから別に、ポッチャマ以外のポケモンも入れていいってやつ。ちょ、待て待て。やばいことしてしまった。ポチャだろ、お前。これもう、あかん、あかん。なんか、左のポケモン誰か分からへんけど。判定でも、行こう行こう。18回。階段ガン折りしよう。ポッチャマのいたポジションにしれっといいんじゃねえよ、シードラ。これ、アクアテールや。は？呼び水に、あっ！マリルリまで死んだ！待て！ザングース！お前、俺と二人っきりだ。悪いなぁ、ほんと。みんな死んじまった。もう誰も残っていねえ。よし。
この辛い世界頑張って生きていく。あー、お金も拾うことはできない。水ポケモンがいない。この世界。ハイドルポング。ちょ、待って、これ。あかんって。あかんって、これ。あかんって。あかんって。あかんでしょ、これ。必殺技いこう。往復ビンタ！はい、一撃。よし。さあ、降りましょう。めっちゃ怖いんだけど、これもう。お！さあ、ようやく中間地点。って待って、二人しかおれへんねんけど。これかなり、まずいですね。まあ、でも途中で、ポケモンを仲間にして、仲間にできると、メンバーがどんどん増えますのでね。ちょ、このザンクスと二人で頑張ろう。さあ、さあ、お次はどこへ行くんだいって。お前もう、ね、周り見ろよ、お前。もう二人もいなくなったのに、そんなテンションでよくいられるな。で、ちょっと頑張ってきます。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひともチャンネル登録お願いします。スマホタブレットの方は動画の下のここをタッチ、パソコンの方は動画の下のここをクリックしてね。またツイッターもやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それではまた次の動画も見てください。じゃあの